はい、ナズーです。今回これですね、トミカのトミカギフト世界のサメコレクション紹介していきたいと思います。加えてオリジナルトミカです。 NHK のギョギョッと魚スターのギョギョッと号を見ていきたいと思います。まずはトミカギフトのサメコレクションから見ていきましょう。サメがついてるトミカっていろいろあったような気もしますね。まずはミツクリザメのトミカです。ベースの車両は椅子付きがになりますね。ボディカラーは黄色のソリッドになってます。フロント周りライトはシルバー、グリルは黒になってますね。椅子のエンブレムは特に確認できません。それから、窓周りなんですけど、サイドのところが黒になってます。プリントですね。そしてインテリアは特にありません。ちょっとね、見にくいかもしれないんですが、シート、それからハンドルともないような仕様になってます。で、後ろなんですけど、荷台部分。よくね、プリントがいっぱいついてたりしますけど、特にないですね。全くプリントなどはついてません。その代わり中のサメをしっかり確認できますんで、まあ、これはこれで悪くないんじゃないかなと思いました。で、ミツクリザメ、これ顎がすごく出てるやつですよね。結構ね、グロテスクと言ったらかわいそうですけど、有名なやつじゃないかなと思います。で、その顎のところなんですが、ちゃんとね、色が乗ってますんで、歯が立体的な感じに見えますね。よくできてるなと思います。で、目のところもしっかりね、塗装というか黒になってますんで、その周りがこれはくぼんでるのかな。結構ギョロッとしててリアルでいいなと思いました。それとヒレのところギザギザギザとね、線が入ってますんで、この辺もいい感じじゃないかなと思います。色としては実際のところがちょっとわからないんですけど、お腹側が白っぽくて、そして背中側が黒っぽくて、そのグラデーションもねしっかりありますんで、なんかこのテラテラしてる感じもすごくリアルでいいですよね。で、反対側、まあ、こっちの方がなんか目がね、はっきりしてるなという気がします。目の周りのくぼみがこっちの方が強調されてるのかな。そんな感じですよね。で、エラのところもね、はっきりしてるなと思います。で、こっちの方が背中向きになってるので、全体的になんというか黒さがね目立つような感じになってますね。で、上から見るとこんな感じということで、なんかね、このくねっとした感じがすごくリアルでいいなと思いました。で、後ろテールランプ周り特に塗り分けはありません。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。次に右上、メガマウスです。これもベースは椅子付きがになってます。ボディカラーはオレンジがかったコーラルピンクのソリッドといった感じかなと思います。結構綺麗な色だなと思いました。で、それ以外のところはさっきのミツクリザメバージョンと同じになってますね。インテリアも特にありません。で、荷台部分はこれもね、プリントなどは全くないですね。で、中のメガマウスなんですが、形の再現度すごくなんか高い感じしますよね。これはさっきとは違って口を開けてるんで、口の中もしっかり塗装されてますよね。これいいなと思いました。歯のギザギザ感もよく出てますし、この上は鼻かな。ね、穴もありますよね。で、目もあって、ちょっとつぶらな感じが、どことなく可愛らしさもあるかなと思うんですけど、すごく全体的に細かくできてるんじゃないかなと思います。エラの線もありますし、さっきと一緒で、まあ、ベースの色がちょっとね、実際がどんな感じかはわからないんですけど、これもグレーかな。濃いめのグレーが、背中側上の方で、お腹側が白っぽい感じになってますよね。グラデーションいい感じじゃないかなと思います。で、反対側、こっちからの方が歯のギザギザ感、このね、下顎の方なんですけど、ギザギザした感じすごくわかりやすいですね。これはよくできてますよね。あと、このね、さっきも言いましたけど、表面のツルッとした感じもね、リアルじゃないかなと思います。エラの線もありますし、ヒレもこういう感じの形なんでしょうね。背びれとかすごく独特な形になってますよね。後ろの尾びれはすごくサメっぽい感じしますね。で、上から見るとこんな感じということで、まあ、口がやっぱり大きいんで、ちょっとアンバランス感はありますけど、全長が6メートルとか7メートルぐらいあるみたいなんで、相当大きいですね。で、これについてもテールランプなど塗り分けはありません。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。続いてシュモクザメです。これも椅子付きががベースになってます。ボディカラーはオレンジがかった、山吹色のソリッドといったところかなと思います。その他はさっきの2台と同じになってますね。インテリアもありません。で、2台に関しても、プリントは全くないですね。
で、中のシュモクザメなんですが、これね、下までの距離がかなり狭いんですよね。なので、ほとんど口がわからないですね。これ、下側に口がついてるんで、造形があるのかな？その辺がちょっとよくわかりません。まあ、ただ、頭のね、ハンマーの部分、それから、両サイドの目のところですけど、ここはしっかり確認できますよね。いい感じじゃないかなと思います。その後ろ、エラのギザギザもありますし、まあ、ヒレの形もね、まあ、尾びれのところとか、細かくできてそうだなと個人的には思いますね。で、反対側、こっちの方がお腹の白いところがはっきり見えるなと思いますけど、やっぱり口は見えないみたいです。グラデーションは、エラのところがね、ちょっとはっきりしちゃってますけど、それ以外のところは、いい感じじゃないかなと思います。これもツヤがね、すごくリアルな感じですね。で、上から見るとこんな感じです。ハンマーの形がね、やっぱりすごく特徴的ですよね。で、その後ろのエラのギザギザも上から見るとすごくギザギザしてる感じが出てるので、よくできてるんじゃないかなと思います。すごくなんかシルエットがね、綺麗ですね。で、リア周り特に塗り分けはなくて、車種はこんな感じです。そして、サスペンションはついてません。最後、ホオジロザメになります。はい、これもイスズギガがベースになってます。ボディカラーは軽めの群青色みたいな感じでしょうかね。荷台部分も特にプリントなどはありません。で、中のホオジロザメ、いやー、やっぱりこれが一番怖く感じますね。シュモクザメも結構獰猛という話らしいんですけど、やっぱりジョーズのね、印象がありますんで、これね、怖いなという気がします。で、口が、まあ、ピンクがかった赤というかね、そんな感じの色になってて、それが目の下に飛んでますよね。これもなんかね、怖さを増してるなと個人的には思いました。目もギョロッとしてますし、後ろのエラの部分もね、線のところが強調されてますんで、結構リアルじゃないかなと思います。まあ、ホオジロザメというだけあって、ね、目の周り白くなってて、まあ、全体的に、白さが、はっきりわかるような感じのグラデーションになってますんで、これも綺麗じゃないかなと思いました。で、反対側、こちらの方がなんかね、目がはっきりしてますよね。ギョロッとしてて不気味だなと思います。先端のこれは鼻でいいのかな？すごく形もね、リアルですよね。はい。で、上から見るとこんな感じ。上から見ても目が見えるんで、これどうなんでしょうね。もしかしたら上もね、しっかり見えてるのかもしれないですね。で、リア周りこんな風になってて、車種はこんな感じです。そして、サスペンションはついてません。続いて NHK の番組ギョギョッとサカナスターのオリジナルトミカギョギョッと号を見ていきましょう。これ大阪で開かれているギョギョッとサカナスター店で購入できるトミカになってます。1台1200円ですね。出していきます。あ、シールになってますね。ベースの車両は鈴木キャリーになってます。ボディカラーは白のソリッドで、フロントそれから両サイドに魚スターのロゴマークが入ってます。これシールになってますね。まあ、前のやつとかはちょっと小さいんで、これプリントは厳しかったのかもしれないんですけど、まあプリントだったらすごく嬉しかったなと個人的には思いました。で、ライトはグレーで、グリルのところ塗り分け入ってます。で、下の黒いところはね、成形色になってますね。インテリアはグレー一色。シートハンドル確認できます。で、運転席の後ろ部分ですけど、窓の黒いやつは多分プリントだと思いますね。で、その上にこのねパターンを、シールで貼り付けてるという感じかなと思いますけど、間違えてたらごめんなさい。まあ、結構いろいろついてますんで、ここにぎやかでいいですね。で、荷台部分黄色になってますね。で、両サイドと、後ろにもちゃんとイラストがついてますんで、これ多分シートをね再現してるんじゃないかなと思いますね。ちなみにこの周り全部シールになってます。で、中にもギョギョッと魚スターとロゴマークがねドーンとついてます。これもシートを再現してますよね。これ大きなシールになってますね。で、リア周りテールランプ塗り分け入ってて、車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。続いてレイアウト作っていきたいと思います。今回サメがね、たくさんいますので、水族館に運んでる、途中の輸送してるシーンをね、ちょっと作ってみたいと思いますね。はい、完成です。いかがでしょうか。これ一応貨物用の駅で、今回のサメコレクションのサメトラックを積み込んでるシーンという感じで作ってみました。いや、いい感じの大きい車がね、なかったんですよね。なので、トーマストミカのディーゼル10を使ってます。で、後ろの
貨車とちゃんと連結できてますんで、このままこうやってね動かすこともできるようになってます。まあ、あの顔はついてはいるんですけど、横のねこの雰囲気とかすごくそれっぽいですよね。なのでこれね悪くないんじゃないかなと個人的には思いますね。でレールはいつものように N ゲージのレールを使ってます。あのぴったりというわけではないんですけど、さっきみたいにこうやってね、動かして遊ぶことはできますんで、悪くないんじゃないかなと思いますね。でその奥なんですが、貨物用の駅という設定にしましたんで、絵本もね作ってます。トミカタウンの、プラキツマかなの、プレートを、歩道プレートですけど2枚重ねてホームにしてみました。で奥にはコンテナを積み上げてみました。まあ貨物用の駅なんでこういう小物があるとやっぱりだいぶリアルさは増すと思いますね。でそれを運ぶコンテナトラックを配置したのと、あと積み下ろしするための、クレーンですよね。まあ実際のものとは多分違うと思いますけど、まあ雰囲気はね出るんじゃないかなと思います。で建物としては、奥のこの右側のやつ、これ倉庫を見立ててます。左の方はまあクレーンの一部とか、まあ駐車場、立体駐車場みたいな感じでもいいんじゃないかなと思いますね。あとプラキッズですよね。やっぱりまあ数体でもいいと思うんで、置いてあげるだけでだいぶ雰囲気変わると思いますし、リアルさも増すんじゃないかなと思いますね。かなりおすすめの部分だと思います。それとギョギョッと号なんですけど、まあ本来の使い方ではないと思うんですけど、届いた魚を積み込んでるとかね、そんな感じでも使えるんじゃないかなと思います。まあ、その点についてはこういうね、まあ運搬車みたいなやつの方が適してるかもしれないですね。はい、いかがでしたでしょうか。サメトラックに関してはたくさんサメがついてますんで、いろんな違いを楽しめるのはすごくいいなと思います。でギョギョッと号に関してはシルではあったんですけど、かなり再現としては高めになってるんじゃないかなと思いましたね。以上トミカのトミカギフト世界のサメコレクションと NHK のギョギョッとサカナスターオリジナルのギョギョッと号を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見えますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。